はい、こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日は論語の解説していきたいと思います。論語雑談です。えー、今日ご紹介するのは、えー、論語の異性の第2の4です。これ有名な言葉ですね。皆さんも知ってると思いますけども。読み上げていきます。死曰く我、十遊語にして学を志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。 五十にして天命を知る。六十にして耳に従う。耳従う。七十にして心の発するところに従いてのりを越えず。四いわく我十有五にして額に志す。三十にして立つ。四十にして迷わず。五十にして天命を知る。六十にして耳従う。七十にして心の発するところに従いてのりを越えず。 えー、現代語訳は梶伸之先生の講談社学術文庫版です。老先生、最晩年の回想。私は15歳になった時、学児に心が向かうようになった。学問ですね。30に至って一人で立つことができた。やがて40歳の時、自信が揺るがず、もう惑うことがなくなった。50歳を迎えた時、天が私に与えた使命を自覚し奮闘することとなった。 その後、苦労の道を歩んだ経験からか、60歳ともなると他人の言葉を聞くとその細かい気持ちまでわかるようになった。そして70歳のこの年、自分の心の求めるままに行動しても、規定規範から外れるということがなくなったということです。まあ、孔子の裁判年の回想ですね。 えー、15歳になったとき、学問を志すと、学んでいこうと思ったってことですね。えー、道を学ぶってことでしょうね、えー。で、30歳になって立つ、まあ、精神的な意味でも経済的な意味でも独立できるようになったということなんでしょう。えー、40歳で惑わずと不惑を迎えましたと、私も不惑を迎えましたけど惑い続けておりますが、 迷わなくなったと。自信が揺るがず、もう惑うことがなくなったと。いうことですね。えー、で、50歳を迎えたときに、天命。天命を知ったと。えー、これは、中によりますと、講師は50代で異性者の舞台に登場し、最も社会的に活躍しているので、使命感とすると。 この天,て天命っていうのは何なの天の命ずるとこですね。己が、天が私に求めてくるものっていうか。まあ、あの、いろんな解釈があるんですけど、天命を知るっていうのは人生諦めたっていう意味 <laughs> 自分の分をわきまえて <laughs>、このぐらいの天命で生きていくんだっていう、限界がわかって諦めたっていう説もあるんですけども、えー、自分の使命感ですね。まあ、使命感っていうとなんか、プロテスタンス、 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神みたいですね。マックス・ウェーバーのね、えー、ベルフってやつですね。天職。天命があって、天職があって、それに励むことで救われるっていう考えですね。自分のやるべきことが分かったっていうか、それを天命と見るか、諦めたと見るか、あれなんですけども。まあ、使命感ですね。社会に対する使命感。まあ、これはでもなんか私も、 まあ40にして惑,惑うっていうか、まあ、惑わずに惑ってはないんですけどね、まあ、もうそろそろ、もうピークアウトしてるんで、できることが、自分の能力によってできることは大体分かってきますよね。それは思います今からね、ピアノを学んで、あのベートーヴェンのピアノ・ソナタが弾けるってこともないでしょうし、絵を描いてね、ピカソみたいになるってこともないわけですよ。歌を歌ってもね、 えー、大して物にならないと。まあ、文章を書いてもそこそこであると。大体もう自分の能力の限界っていうのは、まあ、30にしてた後30歳ぐらいでもうピークですね。その後まあ、緩やかにピークアウトしていくと。まあ、あのスポーツ選手なんかそうですね。やっぱ20代後半ぐらい、今の大谷翔平選手みたいな、20代後半,半ぐらいにピークが来て、まあ、オリンピック選手だともうちょっと早いかもしれないですけども。 20代前半、終盤後半ぐらいにピークして、あとピークアウトですよね。だと思います。で、まあそうなるとピークアウトした中でやりくりしていくっていうか、そうなればもう惑わずに自分の天命というか使命っていうのを、まあ、あの、に目覚めてね、活動していくと、生きていくってことにならざるを得ないんじゃないですかね。えー、と思います。 で60にして耳従うと。これ、時順って言いますけど、60歳のことね。まあ、還暦時順。時順っていうのは、これ、あの、加先生の、だと、これ、まあ、なるほどなと思ったんですけど、他人の言葉を聞くと、その細かい気持ちまで分かるようになったってことですね。私も最近でも、ちょっと、あの、昔と違って、やっぱりね、なんだろやっぱ、年取ったせいなんですかね。あの、まあ、古典とか心にして、 残るようになりましたね。昔はその漢詩とか読んでも、日本の和歌、昔の和歌とか読んでも、全然あの別世界の話みたいに頭に入ってこなかったんですけども、ふと心に耳に従うっていうか、その、するっと理解できるっていうか、昔の古代の古、古代の人にふと直感的に通じる時があるっていうかね。えー、それもあるんですけども、まあ、まあもちろんね、その、 同世代のちょっとしたあの表現とかからこの人がどういう気持ちで書いたのかなとかね文章にしても、えー、なんかすごい広がりを持って細かいところまでわかるようになったとあのー、若い頃っていうのはやっぱ自分のエネルギーがありあふれてんであんまり人に耳を貸さないと思うんですよねあの自分まあ活動力もパワーもあるんで 自分がやりたいようになる。まあ、スポーツ選手なんか野球選手とかそうですね。ベテラン選手になるとこう、後輩を育成しながら自分も、なんかこう、プレイするみたいなね。えー、チーム全体のことを見ながらやっていくわけじゃないですか。若手の選手っていうのはね、どうしても自分の成績とか、だけに集中してればいいんですけども。まあ、ベテランならや、その、気配りがね、全般、球団全般に対する気配りっていうか、 なんかチームに対する使命感っていうのもありますし、若手はね、ただこの風よけになって先頭を走ってきゃいいんでしょうけども、ベテランになるとそうはいかなくなると、そうするとほら、いろんな人の細かい気持ちまでね、わ、えー、かるようになると、まあ、なんでほら、日本の社会が年功序列で40代から管理職になっていくのかっていうと、まあ、そのぐらいになると一通りやって細かいところがわかるようになるんですよね。体力が落ちてもね。えー、でな60ぐらいになると、 まあ、耳に従う自順というか、あまあ、落語家なんかそうですね。落語家のピークって私60だと思いますけど、お笑い芸人って、あの基本的に漫才師とか、まあ、40ぐらいまでが一番瞬発力があるんでしょうけども、まあ、楽、噺って多分60ぐらいになってちょうど古典落語の細かいところまで分かって演じられるようになるんじゃないかなって私勝手に思ってるんですけども。 えー、それは自順っていうことなんじゃないかなと思いました。で、70歳にして、心の求めるままに行動してもノリを超えず、ノリっていうのは、大工さんが使う金尺のことって書いてあるんですね。L 字型の定規。えー、まあ皆さん見たことあ,あるんですかね。<laughs> 私はなんとなくわかりますけど。えー、で、ノリを超えずってのは何かっていうと、まあ規定規範から外れるようなことなくなったと。あの、 いうことでね、ちょっとここはでも私はよく理解できないんですけど、70になばわかるんですかね。えー、70になって無軌道だっていうのはおかしな話ですからね。えー、70になると、まあ形式的なことが、形式のことですよね。礼儀作法とか形式的な、儀式的な部分が自然と身につくっていうか、まあ歌舞伎役者とかね、能、能の、のの 役者とか、なんか、日本、二次部とかね。<laughs> まあ、形式的な、あの、動きが、意識しなくても、所作がきちんとするってのは70ってことなんでしょうかね。縦川男子さんも、お辞儀がすごい綺麗なんですね、終わった後ね。あんな綺麗な人いないってよく言われてますけども。<laughs> まあ、昔から綺麗だって、どんどん綺麗になっていったんでしょうね。え落語は、やっぱりその、60ぐらいで病気されてから、あのー、声も出なくなっちゃって、 あれでしたけども、でも、お辞儀だけはね、確かに、ノリを超えずって感じで、年々、あの、まあ、やりたい放題の講座をやっても、お辞儀だけはノリを超えてなかった、まあ、そういうふうに解釈するしかないんですけど、ね、他の解釈の仕方がわか、私わかんないんで、えー、心の求めるままに行動しても、規定期間から外れることないって、そういうことなんでしょうね。 私最近 BS でホロビッツっていう有名なピアニストのね、なんか、まあアメリカに亡命してたんですけど、最後に、あの、ソ連ですね、ロシアにか帰ってコンサートやったのが、あの、放送してて、録画して見たんですけども、まあもう80ぐらいになってからピアノ弾いてるんですよ、ショパンとかね。でね、うまいんですやっぱね。で、自分のピアノ持ってってんですね、アメリカからね。で、それ見てて、あ、すげえなーと思いましたね。その、80歳でこんな、 まあもうすごい繊細なスタッチで弾くんですけど、まあ,あの技術的に言えばね、もしかしたらもっと30代とか40代の方が上手かったのかもしれないですけども、あの、軽く弾いてるようでこう、まあなんて言うんだろう、まあ、心のほっそるところに従えて乗りを越えずってそ、そう、こういうことを言うのかなって思いましたね。あの、無駄な力みがないっていうか、あー、天意無法とでも言うかね、そういう演奏でしたね。びっくりしました、見て。 ホロビッツの演奏はね、YouTube でも聴けますんで。え他の人と聴き比べてみると結構ね、細かーいところがね、すごい、なんか、やっぱ考え抜,か抜いてね、考え抜いてって言ってもわざとらしいわけじゃないんですけどね。まあ、ノリを超えずって感じですよ。まあ、そういうふうに使うのかなと思いました。えー、まあ、雑談なんでね、聞き流してください。<laughs> えー、最後まで聞いていてただいてありがとうございました。以上です。